ハーディン軍はアメリカ合衆国入りのイ州の南東部、リトルイギプトと呼ばれる地域に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4320人であり、2000年の4800人から10.0%減少した。軍庁所在地はエリザベスタウンであり、同軍で人口最大の都市はロシクレア市である。 ハーディン軍は1839年にポープ軍から分離して設立された。後にギャラティン軍の土地が付加された。軍名はケンタッキー州ハーディン軍から取られており、そのケンタッキー州の軍はアメリカ独立戦争と北西インディアン戦争に従軍したジョン・ハーディン大佐にちなんで名付けられていた。ハーディンは1792年に現在のオハイオ州。 シェルビー軍で和平の使者となった時に、小人族インディアンに殺された。1790年代と1800年代初期、ハーディン軍の地域、特に、ケーブインロックは、無法者、山族、川族、偽造者に使われ、悪名が高かった。ヒックスドームの地勢、ハーディン軍とポープ軍に広がっている、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は181.58平方マイルであり、この内陸地177.53平方マイル、水域は4.05平方マイルで、水域率は2.23%である。軍内から出土したホタル石の標本ヒックスドームは、軍内の特徴ある地形である。古代に隕石か水星が衝突した後と考える、ものもおり、西のカンザス州まで大場に伸びる、 北緯38度線構造物の一部になっている。これは地球に衝突する前にバラバラになった天体が衝突してできたクレーターの帯と考えられる。しかし、ヒックスドームの地層はは超空鉄室岩のナリー岩と火山性ダイアトリームすなわち隠れ岩でできている。地質学者の多くは現在、流気部の古い岩は深層の火山活動でできたという理論を受け入れている。 この活動では地域にあるホタルイシ堆積物も生んできた。ホタルイシすなわちフッカカルシウムは1990年代初期まで軍内で採掘されていた。近年、軍庁所在地であるエリザベスタウン市の平均気温は1月の下詞21度から7月の下詞87度まで変化している。過去最低気温は1994年1月に記録された下詞22度であり、 過去最高気温は2007年8月に記録された下肢104度である。月間降水量は10月の3.22インチから5月の5.02インチまで変化している。人口ピラミッド人種別人口構成以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。